はい、こんにちは、しゅんです。さあ、今日は2週間ほど前にピッチさんと探検しに来た山、新徳の山に再び来てます。まあ、前回約2週間前だったんですけど、まあ、ちょっと走りきれなかったんで、まあ、違うルート探索ということも兼ねて今日再び来ております。今日トカチは、まあ、今わかんないかもしれませんが、トカチ晴れでございますが、しかし北海道結構雪降ってまして、札幌なんかは吹雪いてる状態。さっき日照峠見たら、もう日照峠も多分やばそうでしたね、というぐらい北海道は荒れてるんですが、なぜかトカチ地方は晴れてます。ということで、まあ、もしかすると自転車も乗れるのも今回がもしかしたらね最後になるかもしれないし、むしろ最後になってほしいんですけどね。ということで、新徳の山探索行ってまいります。では、では先日一本途中まで行ったとこですね、行ってみましょう。先日はここまで、急斜面だね。結構急斜面、絶対映像じゃ伝わらん。あれ、結構登る。今登り返してます。めちゃくちゃ暑い。でも今日マイナス3度なんですよ、新徳。なので登ってる最中はめっちゃ汗かくんですけど、走ったり止まったりするとすっげー寒い。でもここやばそう。いや、これわかるかな、路面がもう霜ってんすよね。霜。わ、買った。では、いや、風強いな。行ってみましょう。いや、でもここね、すげえ霜ってる、路面が。
そう、なんぼかペダル踏まなきゃなんないからね。でも面白いわ。あ、たまらない。そうじゃ、試しに今度はこっちも下ってみよう。まあ結果上り返してくることになるけど、おえ、そういうこと？いやー、登り返してみたらかなり体が熱くなった。でも風がやっぱ冷たい。で、日が落ちちゃったんで最初登ってきたとこかなり日陰になっちゃいました。でもここ良さそうなんで行ってみたいと思います。では行きますよ。お、結構高いな。階段があるね。楽しいんだけど、急に段差がある。うわぁ、今日のラストライド行きましょう。止まんねえ。
はい、もう帯広に戻ってきてしまいましたが、もう寒すぎてちょっともう走ってられませんでした。もうつま先が寒すぎて、で気温も確認したらやっぱりずっとマイナス3度だったようで、とにかく路面もずっと絞って、まあ、縛れてた、通じるのか、縛れてたし、ちょっとなんかもうね、今日は短めで上がってきました。で、今シーズンあとどうなんでしょう。まあ今見えてんのか、十勝晴れですが、天気はいいんですけども、気温はかなり低く、まあ十勝以外の場所が非常に天気がね、雪降ってるっていうことで、まあウィンターシーズンにこのまま移れればいいなという状況でございます。まああとどのぐらい、まあ、自転車乗れるのか分かりませんが、まあ、またね次の動画で皆さんお会いいたしましょう。まあ、次が自転車かそれともウィンターなのかスクートなのか、次の動画で皆さんお会いいたしましょう。それではさよなら。